チロチロチャンネルへようこそ。今回はホンダの新開発燃料で電気自動車よりガソリン車の時代へという話題をお伝えします。ホンダの新技術が電気自動車 EV の矛盾をつきました。これまで環境に良いとされてきた EV の将来に大きな疑問符がついた形になります。問題の根幹は EV が製造時にガソリン車の2倍以上の二酸化炭素を放出すること。その上、走行時に火力発電で作られた電気を使うと、最終的な排出量がガソリン車を上回ってしまうこと。実のところ、EV は全く環境に良い車ではないんです。そして今回ホンダはカーボンニュートラルな合成燃料の製造に成功しました。二酸化炭素排出量が実質的にゼロになる。環境に良い代替ガソリンです。この新燃料が普及すると、ガソリン車の方が、製造時でも走行時でも、排出量が少なくなり、EV より環境に良いということになるんです。今回は EV の矛盾をつくホンダの新燃料技術について詳しくご紹介していきます。このチャンネルでは車系動画、特に洗車動画や今回のような、車系時事ネタ動画もアップしています。少しでもこの動画に興味を持ってもらい、気に入っていただけたら、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。皆様のその行動が今後のモチベーションにつながります。よろしくお願いします。それでは行きましょう。日本国内で排出される CO2 がどのくらいなのかご存知でしょうか？日本国内では年間で約 11.4 億トン。その中で運輸部門は 2.0 億トンと約 17% を占めます。この2億トンの CO2 がホンダの開発した新技術により、削減できる可能性があります。世界の CO2 排出量のうち日本が占める割合は、約 3.4% に過ぎません。それでも日本は高い CO2 削減目標を掲げています。そうしなければ世界の中で生き残れないんです。CO2 削減はエネルギーコストの増加により、経済成長の鈍化につながりかねませんが、新しい技術を開発できれば多くのニーズを獲得できるチャンスでもあります。ホンダはこのチャンスをつかみかけています。空気と水からガソリンのような燃料を作る。これがホンダの開発したカーボンニュートラル燃料です。近い将来世界中で温室効果ガスに対する規制がさらに厳しくなることは確実です。中でも主要な排出源である運輸業界への締め付けはさらに厳しくなるでしょう。具体的にはイギリスは2030年に内燃機関車の販売を停止する予定です。さらにはハイブリッド車も2035年に販売停止を表明しています。この2035年問題は昨今各国の目論みにもばらつきが出てきており、欧州も一枚岩ではなくなり、破綻もしかかってもいますが、フランスでも2040年に内燃機関車の販売を停止予定。中国では2035年までに全ての車を EV にする目標を打ち立てています。これらの規制が、実行された場合、日本の主要産業である自動車は大打撃を受けることが確実です。ガソリン車だけではなく、環境負荷の低いハイブリッドカーまでも、規制の対象に含まれることになっています。現在日本の自動車産業は世界市場において、ハイブリッドカーを主力にしており、これが規制に巻き込まれればかなりの痛手を負うでしょう。世界は、より環境に優しいとされる EV の普及に向かって進んでいます。しかしここには内燃機関の技術で遅れを取る。欧州と中国の日本を追い落とす主導権を握りたいという意向がはっきりと含まれています。そしてその計画は今のところうまくいっているようにも見えます。しかし EV は本当に環境負荷が低いのでしょうか？確かに走行時には排気ガスを発生させないので、CO2 を排出せず大気汚染とも無縁です。けれども実際には製造時には CO2 の排出は避けられず、マツダなどの研究者が関わった論文によれば、総合的に見ればそれほど差はないとの結果が出ています。
また再生可能エネルギーによる電力の供給は不安定になりやすく、電気需要の拡大に再生可能エネルギーだけで対応するのは難しいです。実際ウクライナ、ロシア紛争から始まったエネルギー供給の不安定化により、欧州各国は電気代が高騰、ロシアからのガス輸出に頼らなければエネルギー供給を維持できない現状をあらわにしました。化石燃料による発電に頼らなければならないのであれば、ガソリン車と変わりありません。さらに充電インフラの普及やバッテリーの原料となるレアメタルの不足、バッテリーを廃棄するときの環境負荷が大きいなど多くの問題も抱えています。そんな EV と比べてみたとき、カーボンニュートラル燃料はどうなんでしょうか？カーボンニュートラル燃料の中で最も一般的なものは、植物資源を利用したバイオマス燃料です。いわゆるバイオディーゼルですね。バイオディーゼルとは生物由来油から作られるディーゼルエンジン用燃料で、これは成分的には石油と同等の品質を持つ液化燃料です。燃焼時には CO2 を出しますが、製造サイクル全体で見れば CO2 の増加はありません。液化燃料なので既存のエンジン設備システムを利用することができ、普及面では EV よりも優れていると言えるでしょう。カーボンニュートラル燃料には EV 以上の利点があるが、しかし普及に至らないのはどのような理由があるのでしょうか？一つはコストの問題です。生産量が少なくスケールメリットが働かない。実用は可能ですがコスト的に石油と拮抗できるほどではありません。二つ目はバイオエタノールの生産に関する問題です。資源となる植物を生産するには大量の土地が必要です。国土、土地の数は限られているため、食料生産との兼ね合いが必要です。エネルギー生産のために畑を使えば増え続ける世界人口を、満たすだけの食料を生産できない可能性があります。三つ目はカーボンニュートラルが実際にできているのかどうか、測定が難しいという点です。植物の CO2 吸収量は一定ではないため、燃焼時の CO2 排出量が本当に釣り合っているか、確実なデータを取るのが難しいんです。実際のところ植物の生産や収穫の燃料に使われるエネルギーを考えると、100% カーボンニュートラルとは言い難いのではないでしょうか。とはいえ、この問題は実は EV も同様で、バッテリーの生産に必要な、リチウムやコバルトの採掘にかかるエネルギーを考えると、EV も 100% クリーンなエネルギーとは言い難いですね。ご覧いただいたようにカーボンニュートラル燃料にもいくつかの問題点は存在します。そしてこれらの問題を解決する力を持っているのがホンダが新開発した、新しいカーボンニュートラル燃料です。ホンダが開発した燃料はこれまでの植物を、原料としたバイオディーゼルではありません。空気中の CO2 を直接固定し、水素と混合することで、液体燃料を作る技術を開発したんです。このダイレクトエアキャプチャーの技術により、生産時に吸収した CO2 と排出時の CO2 を確実に計測することが可能になります。さらに成分を調整することでガソリンよりも、クリーンな排気ガスも実現。触媒の研究によっては燃焼時に必ず発生する NOX も取り除くことが可能になり、EV と遜色ないレベルまで排気をきれいにすることができます。水素は水を電気分解し生成するので、再生可能エネルギー技術が発達し、安価な再生可能エネルギーが実現すれば 100% カーボンニュートラルが実現できます。再生可能エネルギーによる電気を EV などでそのまま使うのか、それとも水素分解に回すかは、社会が判断するべきですが、選択肢が増えることは間違いないでしょう。高出力が求められる飛行機では電気だけで、動かすのは難しく、どうしてもガソリンと遜色ない液体燃料が必要です。ホンダの開発したカーボンニュートラル燃料はまずこの需要を満たしていくことになるでしょう。そして技術が進展し、量産化が進めば、コストも低下するはずです。そうなれば一般の自動車での使用に耐える価格になる可能性もあります。EV と同等のコストで EV と同等の環境負荷が実現できるのであれば、
既存のエンジン技術、補給設備や輸送システムが利用できる分、カーボンニュートラル燃料の方が現実的ということができます。そうなれば世界一のエンジン技術を持つ日本車が世界市場で優位に立つことができるはずです。ホンダが開発したカーボンニュートラル燃料は 100% カーボンニュートラルな社会を作り上げる可能性を持ち、さらには日本の自動車産業のさらなる発展になるかもしれません。というわけで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったって方は今後のモチベーションにもつながるんで、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。ではまた。